JR 武蔵野線西国分寺駅を発車して北府中駅へ向かっています。今回の目的地は次の停車駅北府中駅です。駅の周辺にはかつて貨物線としても営業していた下河原線の名残で多くの側線が残っています。右側に東芝の広大な敷地が見えてきます。ここはもともと車両工場として操業を開始した場所で、戦時中は軍需工場となっていました。戦後は再び車両工場として稼働し、東芝の車両製造の拠点となりました。北府中駅構内から東芝府中事業所の敷地までは専用線でつながっています。北府中駅周辺の側線には珍しい車両が停車していたので、近くへ移動してじっくりと観察してみます。4両が連なって見えていますが、一体どのような車両なのでしょうか。北府中駅の改札を出ると、右側には東芝府中事業所へ続く通路が伸びています。逆側の府中街道沿いを歩くと、左側には事業所へ向かう地下通路があります。今回はこのまま府中街道沿いを歩きます。北府中駅周辺の線路は保線用の車両が留置されていることもありますが、主に東芝で製造された新しい機関車の試運転などで使用されています。左から順番に京三工業で製造された20トン貨車移動機、東芝で製造された EF65 型電気機関車、同じく東芝で製造された ED31 型電気機関車、そして京三工業で製造された10トン半キャップディーゼル機関車の4両です。 EF65 型電気機関車の535号機は2013年に JR から東芝府中事業所へ譲渡されました。 EF65 型電気機関車0番台のうち8両が改造され500番台となりました。この535号機は20系寝台客車などを牽引して活躍しました。伊那電気鉄道が国有化され、所有していたデキ1型電気機関車は ED31 型電気機関車へ改版されました。1923年に製造された6両のうち1号機と2号機は西武鉄道へ譲渡され、西武多摩川線で砂利運搬用の機関車として使用されましたが、数年後には近江鉄道へ転籍しました。3号機から5号機までの3両は直接近江鉄道へ譲渡され、6号機は上信電気鉄道へ譲渡されました。その後1号機、2号機、5号機は廃車されましたが、この3号機は2020年に製造元である東芝へ里帰りを果たしました。 EF65 型電気機関車とED31 型電気機関車はどちらも生体保存車両として扱われています。
今後どのように扱われていくのか動向が気になるところです。 EF65 型電気機関車と ED31 型電気機関車という貴重な機関車を見ることができました。北府中駅周辺に停車する機関車の動画はいかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価をしていただけるととても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。